皆さんこんにちは。今回は2022年のハロウィンを記念して、ヤンデレデブさんがリリースした、ミニゲームヤンバニア2022をプレイします。パッと見おまけとは思えないクオリティですよね。まず操作方法を説明します。左矢印右矢印で左右に移動します。スペースでジャンプします。スペースを長押しするとジャンプ距離が伸びます。ジャンプ中に再びスペースを押すと、二段ジャンプをすることができます。これに長押しを組み合わせることで、かなり高いところまでジャンプすることができます。X で前転をします。この時プレイヤーキャラの判定がなくなるので、回避行動として敵をすり抜けることができます。下矢印でしゃがみます。動けない上に回避に使うこともないですが、この状態からは強化された攻撃を出すことができます。数字キーの0から7を押すと、武器を切り替えることができます。ソードは長めの剣です。立ち状態だと3連撃します。しゃがみ状態では渾身の突きを放ちます。威力が上がっているようですが、硬直が長く少し使いづらいです。アックスは巨大な斧を振り回します。かなり痛そうですが性質は剣と変わりません。ツインブレードは両手の短めの剣で戦います。特に手数が多いわけでもなく、これも性質はあまり変わりません。マジック棒は魔法の矢を放って攻撃します。射程が長い上に威力も近接武器と変わらないので、かなり使いやすい武器になっています。マジックピストルは魔法の弾丸を敵に食らわせます。こちらの使用感はマジック棒とほぼ一緒です。マジックフレームは火炎魔法を敵に叩き込みます。遠距離武器で使いやすいですし、青い光を放っていてド派手なので、個人的に一番好きな武器ですね。スピアーは長槍で射程が長く、近接武器の中では使いやすいです。ただししゃがみ攻撃は手元に判定がないので注意が必要です。ゼロを押すと武器なしの状態にすることができます。ただ攻撃できないだけですが、将来的に何かの意味を持たせるのかもしれません。このゲームではマジックポイントを消費して、魔法も使うことができます。A を押すと空から隕石の雨が降り注ぎます。消費 MP は30ポイントです。近くにいる敵を必ず倒してくれるので、このゲームの中で最強の攻撃だと思います。S を押すと全ての攻撃の威力が倍になります。消費 MP は20ポイントです。持続時間が短いので少し使いづらいかもしれません。D を押すと体力が 10% 回復します。消費 MP は10ポイントです。便利な魔法ですがこのゲームは短いので、あまり使いどころがないかもしれません。F を押すと巨大なドラゴンの頭を召喚して攻撃します。消費 MP が40ポイントと大きいですが、一撃で敵を倒せないため、かなりイマイチな魔法になっています。まず最初の階段のところに、このゲーム唯一の分岐があります。二段ジャンプを利用し上のルートを進みます。このゲームの目的は10個の鍵を集めて、宝箱を開けることです。鍵は大体二段ジャンプで取るようになっています。巨大な図書室の奥行きがいいですね。
今度は美しい庭園にやってきました。どうやら行き止まりのようです。まさか開発者がモデリングしてるわけではないと思いますが、このステージのアセットは素晴らしいですね。近年のコンシューマーゲームと同レベルだと思います。階段を降りるときにジャンプモーションになるのが、開発者としては残念な点だったそうです。結構プログラマー的な視点だなと思いました。さて今度は分岐を下に進みます。あれだけ攻撃手段を用意しながら、本編では全く必要ないというところが、まさにプロトタイプなんだなと感じます。こういうゲームによくある縦穴を下っていきます。普段オープンワールド系のヤンシムを扱っている開発者にとって、こうしたアクションゲームを作るのは、かなり気分転換になっているみたいです。これでクリアですが特にゲームは終了しません。このゲームはシステムがしっかりしているし、肉付けして完成させたら、かなり面白くなりそうですね。ヤンシム本編に加えて、こちらの完成も楽しみになってきました。高評価チャンネル登録、通知の設定をよろしくです。